きます、それでは教科学習による迷路抜け知識の学習と題しまして、自然言語処理を概要治療が発表させていただきます。まず目次です。今日話すことはまず教科学習について説明して、その後教科学習の具体的な方法である旧学習について説明します。でその後実際の問題として迷路抜け知識の学習を考えて、その後に実際にプログラムを実装するところまで考えて、最後その結果を評価したいと思います。で今回参考するのがこの機械学習と深層学習という本です。まず機械学習について、前回の発表で質問が多かった内容なんですが、ちょっともう一回詳しく説明しようと思います。強化学習とは、一連の行動の最後に評価が与えられるような場合に用いる学習方法のことです。これだとちょっと分かりづらいので、例として将棋を挙げてみます。で、前回の発表で説明した教師あり学習の場合を考えます。教師あり学習っていうのは、例えば将棋だったら相手の一手一手ごとにその手が、自分コンピューターが、出した手がそれがいいのか悪いかっていうのを一手ずつ評価するための教師データっていうのを用意して、それを参照しながら学習していくっていう方法でした。で、この教師あり学習を将棋に適用するとすごく効率的な学習にはなるんですが、一手ごとあらゆるパターンの、教師データが必要になるということで、すごい膨大な量の教師データが必要となり、この教師データを用意するのがとても難しいっていう問題があります。で、他にも、一手だけ取り出してその手が正しいかどうかっていうことを判断するのは、将棋、例えば前に説明したチェッカーのようなゲームだったら単純かもしれないんですけど、将棋だと例えば最初に歩を一つ前に出してそれがいいか悪いかって判断するのはとても難しいことです。それに対して強化学習では一連の着手が終了した後に評価を得て、その評価に基づいて学習を進めます。で、この一連の着手が終了するっていうのは、ゲームが終了した時で、その後の評価っていうのは、勝ち負け引き分けの3パターンの評価になります。で、その勝敗の結果、に基づいて報酬を得ます。で、報酬っていうのは、例えばゲームに勝った場合では報酬がもらえて、で負けた場合には報酬がなくて、引き分けの場合は半分っていうような、報酬を与えます。このようにして、その最終的な評価から評価から報酬をもらって、その報酬に基づいて、過去の一手一手の行動に関する知識を学習します。で、強化学習を実現する方法として旧学習があります。で、旧学習というのは、ある場面において次に取るべき行動を選択するための仕様である旧知を用いて、その旧知に従って行動を選択します。で、例えば将棋の場合、右下の図のような状況になったとします。で、桂馬、自分のターンだったとして、桂馬は次に王を取る場合と銀を取る選択肢があります。で、この場合だと王を取る方が、報酬を得るために報酬を多く得るパターンになるので、窮地が大きくなっています。逆に銀を取ったら報酬が得られない結果になるので、窮地が小さいです。で、この場合、その窮地の値を参考にして次の手を決めていきます。で、もしこの場合9が大きい方、
今例として50と10を挙げているんですが、9が大きい方を取ったとすると、報酬を得て、でその報酬がもらえると、あこの手はいい手だったんだなっていうことで、その窮地がどんどん増加していきます。例えば50からだんだん60、70、80っていうふうに増えていって、次の学習からは、その手がその手を選択しやすくなるように改善されていきます。そこで実際の問題としてこのような迷路があったとすると考えます。まずスタートがあって、次から2つの選択肢に分かれます。で、まあ、片方を選択して進むとまた2つの選択肢があって、また進むと2つの選択肢があります。これが3段になってて、それぞれの状態を S1、S2、S3 っていうふうに、状態を表します。でまたこの状態に移る時のこの木の枝のようなものにそれぞれ窮地を割り振ります。でそれが、まあ、S1 の前だったら91、 S2 の前だったら92で914まで、このように割り振ります。で最終的な結果として、まあ、下の3段目にたどり着くんですが、この時に、S14 一番右下の状態にたどり着いたとしたら、最大の報酬をもらえるように設定します。今の場合ですと1000というふうに設定しました。でまた、一番左下の S7 にたどり着いたとしたら、報酬を最大の半分の500与えることとします。でスタート地点から開始して分岐を繰り返して最下段までたどり着くと、その場所に応じた報酬が得られます。でこの問題においてなるべく多くの報酬がもらえるような行動知識を学習します。で今回は S14 と S7 に報酬を与えることとしました。で、このような問題を解決するために問題となるのが最初の状態です。で初期状態では、どこにその報酬が多く得られる、ゴールがあるのか分かりません。なので最初はランダムに行動を選択します。例えば最初はスタートから始まって S1 と S2 に行く道があります。でこれ最終的まだ学習してないので、どちらに行ったら報酬が多く得られるかは分からないので、最初はランダムに道が選ばれます。91って選ばれる場合もあります。でそうしてくると、まあ、91に進んだとして、また次の状態、S3 と S4 の選択肢がある中で、まあ、どちらが報酬が多いのか分かっていないので、これもまたランダムに行動が選択されます。で例えば次に S7 を選択されたとすると、そこには報酬がありました。で報酬がある S7 にたどり着いたら、あその選択は良かったんだなっていうことで、そこに至るまでの97、93、91の値が増加します。でそうなってくると、その時に得た報酬によってその行動パターンの窮地が増加して、次回からその行動パターンが選択されやすくなります。しかし、まあ、この方法では最初のランダムに決められた選択肢によってその窮地の学習が固定化されてしまう。で最終的にこの一番右下の S4 までたどり着かないっていうようなことになってしまいます。そこで次の行動の選択肢の中で最大の窮地を見つけて、その値に比例した窮地を直前の窮地を、
増加させます。そうすることで、学習を繰り返していくと、報酬を得ることができる行動パターンに対する窮地が増加しています、増加していきます。で、例えば進めます。で、この場合次の選択肢の中の給値の最大値に比例した値を直前の給値に追加するっていう、作業を行うときに、このような計算式を用いました。で、左辺の Q の STAT で、この ST っていうのは、時刻 T における状態のことで、まあ、t ってのはこれですね、 s の添え字になるところです。はい。で、 at はその st の状態で選択した行動です。で、進んで、α は学習係数で、まあ、0.1 程度にしました。で、ガンマは割引率 0.9 程度で、 R は、その目標に到達した時の報酬で、今の例ですと S17 が 1000、 S7 が500で、その負荷は0です。で、 MAX QST1AT2 っていうのは、次の状態の中の選択肢の中の最大の窮地を表します。で、この式を見るとその窮地を更新する式なんですけど、まずその窮地に加算する形で、次の時刻の最大の窮地にガンマをかけて報酬を足して、その窮地とその係数でかけたものを差を取って加算します。はい。で、行動を選択するときに、まあ、窮地の大きい方を優先して選択するんですが、その時にその先ほど説明した最初ランダムに行動を決めてしまうと、たまたま窮地が大きかった方だけに行ってしまうので、そのパターンだけを繰り返さないように、このイプシロングリーディー法っていう方法を使います。で、これはある適当な定数を用意して、まあ、ここではイプシロンを 0.3 とすると行動選択時の時に0から1の間の乱数を生成して、その値がイプシロン以下であればランダムに行動を選択します。で、またイプシロンより大きければ窮地の大きい方を選択するというような感じで、確率イプシロンでランダムに選択して、確率1マイナスイプシロンで窮地の最大を選択するようにします。そうすることで、単に窮地の最大値、窮地に依存して選択を進めるだけじゃなくて、ランダムにすることで、まあ、もしかしたら報酬の多い、状態にたまたまたどり着くことができるかもしれないっていう方法です。じゃあ、この窮学習の手順を説明します。まず、すべての窮地をランダムに決定します。その後、学習が十分進むまで、まあ、ここでは学習が十分進むまで以下を繰り返します。
最初動作の初期状態スタート時点に戻って、次から選択可能な行動の中からその窮地に基づいて次の行動を決定します。この行動の決定はさっき説明したイプシロングリーディー法によって、ランダムに決めるか窮地の最大値を選択します。でその次の状態に移行したら、窮地の最大値を取得してそれに比例した値を前の状態の窮地にかけます。でもし報酬を得るような状態にたどり着いたら、その報酬に基づいた窮地を前の状態に加算します。でもし目標状態に至ったら、最初のスタート位置に戻ります。はい、ではこれをプログラムで実装することを考えます。でまず急学習を行うクラスを作成しました。でその中身のメソッドがまずコンストラクターで定数を宣言してLearn メソッドで学習のメイン処理を行います。でアップデートメソッドで窮地を更新する処理を書いてセレクトメソッドで次の行動を決定する処理を書きました。で上がコードの最初の部分です。まずランダムに決める場面があるのでランダムモジュールをインポートします。次に QLearning っていうクラスを作ってその中に最初にコンストラクターを宣言します。その引数として、定数にデフォルト値を宣言しています。でまず GenerateMax っていうのがこの学習を繰り返す回数で次にブランチっていうのが、その状態に至るまでの道筋の数91から994のことです。で、アルファが係数で、ガンマも係数、割合ですね、割合。イプシロンが先ほど説明したランダム性を決めるときに使います。で、これをインスタンス変数に代入しています。次に Learn メソッドです。ここはメイン処理を書いてて、まず窮地を、窮地91から94までの全部の窮地をランダムに決定します。でここでは0から100の間のランダムの値を代入しています。で次に for 文でレンジジェネレートマックスってなってるんで0からジェネレートマックスの値、1000まで1000だ、あ1万回この for 文を繰り返します。でその for 文の中身が40 in range 3ってなってるんですがこれはその繰り返す回数スタートから最下段まで、1段2段3段というふうに処理を3回繰り返すので3レンジ3となっています。で最初 S っていう変数は、次の行動を示す、イント型の変数です。例えば最後 S7 にたどり着いたらたどり着くとしたらこの S は 7っていうふうになります。これにこの S に次の行動を選択するセレクトメソッドを呼び出してその返り値を代入させます。こうすることで次の行動を決定します。で次に、アップデートメソッドでその選択した行動による窮地の変化を代入します。で最後にその窮地の全部の窮地を表示させます。
次にアップデートメソッドでは報酬による給値の更新を行います。で、最初 if s が6より大きい場合っていうのは、再下段の場合を表します。再下段だったら s が7、8、9、10、11、12、13、14っていうので s が6より大きい場合を考えると、その下 s if s イコール14、 s が s14 の状態の場合、QSA っていうのは、先ほど説明したイプシロン、あ、違う、計算式の結果を代入する値です。で、この値に先ほどの計算式を適用させて、今回はS14 で報酬1000を与えるので1000を入れてます。で、次の条件 S が7の時500の報酬を与えて、それ以外の時は報酬がないです。で、次再下段ではない場合if この Q の中の値が S×2 たす1と右側の S×2 たす2っていうのは、見てもらうと、まあ、S2 にいるとして次が S5 と S6 の選択肢があるんで 2×2 で4で、足す1すると5、足す2すると6っていうふうに全部そうなっているので、このようにまあもしその選択肢の2つの中で大きい方を QMAX に代入しています。で、QMAX が分かったら計算式に当てはめて、その QMAX に比例した値を Q 値に代入しています。あ、 Q 値に加算して、で、その結果を QSA に代入しています。で、最後に QSA を返します。あ、 QSA は更新された Q 値なのでそれを返します。で、最後にセレクトメソッドでは、次のコードを決定します。で、これはイプシロングリーティ法を用いて、もしランダムに生成された0から1の値がイプシロンより小さかった場合は次の状態をランダムに決めます。このオールドっていう変数は今の状態を表してて、その左辺の S っていうのは次の状態を表しています。で、もしイプシロンより大きい場合は、Q 値が大きい方に S を代入しています。で、最後に選択された S の行動の状態を返しますで、これを実行します。で、このように作ったプログラムを実行した結果がこのようになりました。で、あ、真ん中で分かれているのはちょっと量が多いんで最初と最後を表しています。で、一番上を見ると最初はランダムに値が生成されていることが分かります。で、だんだん処理が進むと一番右側の S14 の状態では Q 値が1000に近い値になっていることが分かります。このようにして最初はこうランダムに決められた値でも学習を繰り返すと報酬に近い値に増加していくことが分かります。これをグラフ化したものがこちらです。さっき見た通り914の値は1000に近くなっていることがわかります。で、また
他にも9692の値も一番高くなっています。これは914に至る経路が9296なので、この値もその報酬を得た結果増加しました。でまた S7 では報酬500をもらえるので、 Q7 では500に近い値を示しています。でそこまで至る9391でも値が増加していくことが分かります。まあこのようにして今回構想した迷路において多くの報酬がもらえるような行動知識を学習することができました。以上で発表を終わります。